じゃあ、始めたいと思います。今回はこの、場を提供していただいてどうもありがとうございます。私、UC サンディエゴの大野と申します。基本的に私は技術者なんで研究者ではないんですけど、比較的大学の研究室としては大きいというか、外部とのコラボレーションも含めていくつかの非営利的な、ソフトウェアと、バイオの研究がもちろんメインのフォーカスなんですけど、それに使う、インフラ的なものをずっと整備しているような仕事をしています。ここにいくつか書いてありますけれども、最近の、実際、インフラ整備以外のところだと、職場にはその機械学習の専門家とかが多いので、最近だと例えばジーンオントロジーの構造そのものをニューラルネットワークに見立てて、それで、なんていうか、ジーンデリションのシミュレーションをするというようなことを、やる、アルゴリズムを考えた研究者がいるので、それを、実際に外部の方が使えるような、アプリケーションに仕上げるというようなことをやったりであるとか、あとはもう最近の、私たちの職場でのメインのプロジェクトになりますけれども、これ後でまた少しお話ししますけど、言葉としてはそのオントロジーという言葉が入ってますけど、要するにやってることは大きいインタラクションとかそのオミクス系のデータからネットワークから、コミュニティディテクションとかそういうものを使って階層構造を出し、作り上げて、それを人間が作ったオントロジー、実際のジーンオントロジーことアライメントして、構造を見直したりであるとか、それをその結果を、専門家がそういうふうに比較したりするときに必要な、可視化のソフトウェアを作ったりとか、そういうことをやっています。で、あとさっきやった CCMI っていうのは、これもその階層構造系の、プロジェクトの一環で、こちらもがんに特化したような、研究なんですけれども、やってることはやっぱり大量のデータから階層構造を作って、それをもとに、専門家が比較検討できるようなシステムを作るというようなことをやっています。で、これもその、一環で、これはまだ完全にはリリースしてないんですけれども、その作った階層構造をどうやって、表現するのが一番そのブラウジングしやすいかっていうようなことをずっとやってます。これは後でもうちょっとお話しします。で、本日の概要なんですけれども、まず、結構、このプロジェクト、このっていうか、このサイトスケープというプロジェクト自体は非常にもう10年以上17年とか続いているので、そのあたりの現状をちょっと紹介させていただいて、その後、現状まだ残っているような問題点、いまだにそのなかなかその完全にウェットの方のバイオロジーのだけやってる方々が入りにくいような問題であるとか、あとはネットワークデータ、昔から言うその一旦ただ可視化するとぐちゃぐちゃの毛玉のようになってしまうというようなその問題を解決したりであるとか、そういうようなことについてちょっとお話しさせていただきます。それからあとは、今後、私たちの団体としてはどういうロードマップになっているのか、そのあたりを紹介した後に、何か私は基本的に全て非営利の、団体でやっているので、何か、DBCLS に関わっている方々とも、協力できるような点はないかっていうようなことを少しお話したいと思います。で、ここまでの、歴史と大げさですけど、実際どういうことが今まで、私たちの周辺で行ってきたかというと、これは2003年に、私のボスの PI の方のトレイアイディッカーとか、そのコラボレーターが作ったサイトスケープというソフトウェアのバージョン 1.0 なんですけれども、これがリリースされたのが2003年で、で、その同じ、基本的に一度もその丸ごと全てのコードベースを捨てたことはなくて、今の2020年現在だとバージョン 3.8 なんですけれども、ここに至るまでずっと同じ、コードをベースにずっと開発は続いています。で、一応この分野ではおそらくスタンダードなものだと、言えるぐらいは使われているようで、基本的にはその一番コアな機能は、ネットワークの可視化なんですけれども、もともとはその割とその最初のここにあったみたいに
比較的小さいね、プロテインプロテインインタラクションとかそういうのを可視化して、それにな発現量をマッピングしたりとか、そういった割と小さめのネットワークを相手にしたんですけど、だんだん大きいネットワークを、扱うようになって、そして、またいろんなコラボレーターの、ニーズとかもあって、そのただ、ノードリンク図っていうので、簡単なダイアグラムを書くのプラス、まあ、ちゃんとした人間が手で書いたパスウェイなんかも表現できるようなところまで、その、レンダリングの部分をいじって、今はもう大体基本的にその生物学分野ですか、こういったダイアグラムは基本的な部分はカバーできるようなところになっています。で、2000年代初頭からずっと同じコードベースでやってて、なかなかこれも大変なんですけど、とりあえずまあ、ありがたいことにたくさんの方に使っていただいたんで、まあ、ある程度そのインフラ的なソフトウェアっていう、ファンディングエージェンシーの方もそういうふうに見てくれてるみたいで、まあ、予算的にも比較的安定して続けています。で、まあ、先ほど言ったように描画に関しては比較的広い範囲をカバーできたので、それプラスアルファその、デスクトップアプリケーションがどうしてもその手でポイント&クリックで作業することが多くなってしまうんで、それはまどろっこしいっていう人のためにサーバーとしても動作しているので、スクリプトから全部自動化するといったようなこともできるようになっています。で、これちょっとさっき言ったことなんですけど、まあ本当にノードをただ単に円にして大規模のネットワークを描いて、まあクラスタリングの結果をざっと見るような使い方から、ほとんど手作業で描いたような図も、表現できるようになって、その一番上のパスウェイの部分はもちろんそのグラフ構造なんですけど、それ以外のそのアノテーションって書いてあるところ、この後ろの、手書きの、イラスト的なものもサポートできるようになって、まあ一通り基本的なニーズは満たせるようなところまでになっています。で、ここまでは普通に、一般的な一般的というかその、グラフィカルユーザーインターフェースから扱ってもらう、ユーザー向けのツールなんですけど、まあ、今はもう、もう十何年続いたプロジェクトですけど、このままずっと咲き続けていくにはやっぱり今ある新しいテクノロジーももちろん使わなければいけないですし、まあ、あとは今サイトスケープ上で何か解析をするという時は基本的にそのローカルの、クライアントのマシンの上で走ってるんで、まあ、それはどうしても限界が来るので、今やってることは、最初はもう普通に R であるとか Python であるとか C でも何でもいいんですけど、そういった形で、まあ、研究者が作ったようなコードをサービス化して、まあ、リモートから呼び出せるような形で、たとえローカルで走らせるときでもそんな感じで走らせるような作り方をするっていうのが一応今後の流れとしてあります。で、まあ言うまでもないですけど、最近はやっぱりノートブック型のアプリケーションを使う人が非常に多いので、その中で描画できるような、ライブラリを作ったりであるとか、あるいはこちらはもう完全にプログラマー向けなんですけれども、これを実現するために、こういったブラウザ上で動くライブラリも、作っています。 Sitescape.js というものなんですけれども、で、まあ、リオレとして、ジンマニアっていうこの一番左のギャリー・ウェーダーのラボがやってる、プロジェクトなんですけれども、そういったものを、ブラウザ上で実行するときに、サイトスケープ JS が使われてますし、あとは、まあパスウェイコモンズとかそういった、アプリケーションでも、こういった図を書くのに使われています。それから、まあ、私自身も、結構そのカスタムの可視化のアプリケーションを作れって言われることも多いんで、そういうときはこのネットワーク図を書くときはサイトスケープ JS を利用して作ってます。まあ基本的にはそのカスタムのアプリケーションを作るための部品という位置づけです。で、やっぱりその一から JavaScript を書いて何かを作るというのは非常にコストがかかるんで、最近は、ただのその、サイトスケープだけで何かを、スタティックな図を作るだけではちょっと足りないけれども、でデータを公開するときに少しダッシュボード的なものを作りたいというときには、
こういったカスタムの、ウェブアプリケーションとか作る方もいるんですけど、まあ、ゼロから JavaScript を作るのは非常に特にそのサイエンス系のラボであるとかそういうところでそういった開発するのはコストがどうしても高いので、それでプロトリっていう会社が、Dash っていう Python からそういった、ダッシュボード的なものを使えるコンポーネントをいくつか作ってるんですけど、そこを、その中の方が、トロントのチームの方にちょっとコンタクトを取ってくれて、そこからなんか、まあ、ちょっとしたコラボレーションがあって、今はこの Dash っていう Python だけでこういった、インタラクティブな可視化ダッシュボードが作れるような、ライブラリのコンポーネントとしても、フリーで公開されています。で、ここまでが、まあ、コアになるツールの現状なんですけれども、現在の問題点としてはまあ、できるだけもちろん広いそのバイオインフォマティクスの専門家とかだけじゃなくて、広いユースケースにどうしてもインフラとして作るなら対応しなければいけないんですけれども、こちらに関しては例えばその、ネットワークパスウェブ解析をしたりとかエンリッチメントアナリシス何でもいいんですけど、まあ、R や Python で書かれたツールっていうのはかなり充実してて、まあ、その気がある人だったらかなりいろんなことが自動化してワークフローも作れてっていうような状況にはなってるんですけれども、逆にそのもう一回その完全にっていうのも変ですけど、いわゆるその実験の専門家の方々とかに対してこういったツールを、提供していくときにどうしたらいいのかっていうのを、定期的に話し合ってるんですけれども、でローカルのそのサンディエゴローカルの勉強会とか、あと世界各地でも私たちのコラボレーターが時々こうサイトスケープっていう名前を冠したそのワークショップをやってるんですけども、ネットワークの、まあ、その時によくあるのは、大体皆さん別にネットワークデータを持ってきてそこから始める人はまずいなくて、大体皆さん配列系の解析をやって意味のある、その意味のあるというか、その自分の興味のある遺伝子のリストを持ってきてここから始めたいって人が大体、まあ、まあ半分以上とか下手すると9割ぐらいだと思うんですけど、まあ、そういった時にどうすればいいのかっていうのは結構長いこと、話し合ったんです、議題としてはあったんですけれども、そのあたりのユースケースも含めてサポートしようっていう話に今はなっていて、そこで今メインのフォーカスとしてやってるのは、新しいユーザー層にまあ、リーチしようとするときにまず自分でネットワークデータを作ってくださいみたいなやり方はやっぱりちょっとまずいということで、で、データも含めてこれがまあサイトスケールのエコシステムですっていうような感じでブランディングしようっていう話になっています。で、それのまあ一環というか、まあ一つのプロジェクトとして、今はこの完全に別の名前でインデックスという名前、要するにこんな感じのウェブアプリケーションなんですけれども、基本的にはまあインタクトであるとかストリングであるとか、まあそういうデータ、ネットワークのデータベースという感じで見ることもできるんですけど、そういった今あるものと一番大きな違いは、普通にユーザーがアカウントを作って、まあ最初はそのプライベートのアカウントの範囲内で自分で好き勝手にどんどんネットワークを上げてエディットしてっていうようなことができる、機能が最初からついてます。まあ、これが多分ちゃんときちっとキュレートして、まあ、いわゆるその完全な、完成版のデータみたいな、きれいにしたデータを登録するタイプの、公共データベースは多分一番大きな違いだと思います。で、我々がその何か自分たちでデータを作ってっていうことは行っていなくて、基本的にはまあ、一人、生物学者のキュレーターの人がいるんですけども、その人がパブリックの、公開されてるデータから、持ってきた定番のデータみたいなものをミラーしたりであるとか、あるいはその、自前でこういったサービスを作ることはできないけれども、ネットワークのデータを持っているような人たグループの、まあ、プライマリーの公開場所になったりとか、そういった感じで、メンテナンスされてます。で、まあ、これが実際の画面なんですけれども、これは静止画ですけど、左側は
さっきちょっと紹介したサイトスケープ JS っていうのをベースに作ってあるので、閲覧する機能としては、まあ、普通にズームしたりとか、サーチしたりであるとか、まあ、そういった機能が、インタラクティブに使えます。だからよくあるその、図で公開すると小さすぎて見えないっていうような問題も、まあ、こうやって公開すれば、そのあたりは解決できるという感じになっています。で、まあ、フリーのものなんで、10GB までは普通に誰でもネットワークをデータを登録できる。そして、まあ、この公開範囲の設定もできますし、まあ、もっと言えばその、ここでちょっと右下の方にいくつかその、スポンサーになっていただいた方、企業もあるんですけど、このあたりは、多分ファイザーとかのあたりは、これのローカルのインスタンスを自分たちで持って、彼ら自身の、内部的な、レポジトリとして使ったりもしているようです。あまりそのあたりは、詳細はやはり企業秘密なんで詳しいことは聞いてないんですけれども、まあ、そういった使い方もできます。ただオープンなデータに関してはもう普通にこのパブリックサーバーの方に入れていただけば普通に使えます。それから一番最後のところに書いてある、DOI を取得って書いてありますけれども、こちらの方はそういった普通にまあ、どんどん解析の結果をどんどん自分のプライベートのアカウントに投げて、である程度結果が出たらそれをきれいにして、パブリッシュした後に、まあこの DOI の取得まで含めてちゃんと公開、するようなこともできます。まあ、一般的にその昔だと、まあ、サプリメンタルデータでファイルとしてどっかにアップロードして最後は論文にその例のリンクっていうのがよくあると思うんですけど、まあ、これを使えばもうちょっと簡単に、自前でアプリケーションを作らなくてもインタラクティブに公開したりということができるようになります。で、ここまではそのデータを貯める、貯めてシェアするっていうような感じの機能なんですけど、あと、まあ、先ほど言った新しいユーザーへの入り口っていうことで、こういったようなのも今実験的に作ってます。これ iQuery という名前で、作ってるんですけれども、まあやってることは基本的にはエンリッチメントアナリシスとパスウェイに対する、あとはネイバーフッドサーチっていって、要するにまあいわゆる大きめの、インタラクションのデータ、インタラクトーム的なデータセットに対して与えた遺伝子リストのワンホップで到達できるようなサブネットワークを引っ張り出してきたりであるとか、そういったものなんですけれども、まあ本当にかなり割り切って作ってありまして、例えばその人間の、もう今のところは人間のデータ、人のデータのみなんですけれども、まあ大体そのワークショップをやって持ってこられるのがジンシンボルのリストで、そこから何かしたいって言われることがほとんどなんで、もうただ単にそれをコピー&ペーストしてやると何らかの その結果が返ってくる。まあ何らかっていうのは、要するにまあ一応ちゃんと一般的な手法の普通にハイパージオメトリックテストして返ってきたような結果をまあランキングとしてリストで表したり、あとはまあさっき言ったグラフのサーチを行ってその結果を返したりっていうことができるんですけれども、でこのデータエニチメントアナリシスをするデータ自体がさっきのインデックスっていう方に、キュレートその中に入っている一部のキュレートちゃんとキュレートされたデータっていうのを使ってやっています。でまたまあ、いろんなデイビッドであるとか、そういろんな今エンリッチャーとかいろんなテスト、こういった類似のツールがあると思うんですけれども、まあ基本的にあのあたりは最終的な出口はまあスコアでランキングしたリストをバーチャートとかで表して、そこがまあ基本的なアウトプットっていうのになってると思うんですけども、まあそれよりももうちょっとグラフィカルに見れた方が、やっぱりそのパスウェイに対してそのエンリッチメントアナリシスをするんだったら、やっぱりそのパスウェイの上ですぐ最初の結果がもうすでにそうなってた方が多分いいだろうっていうので、さっきのような、結果のアウトプットになっています。で、これ実際どうなってるかというと、まあこの右上の方にある遺伝子のリストがユーザーがコピー&ペーストしたものなんですけど、それでどれがヒットしたかっていうのが左に出て、
であとはまあ、解析の結果の、リストが、出てます。で、まあ、データのその結果を見ていただくと、ウィキパスウェイズであるとか、まあ、その他いくつかコラボレーターの、データ、それからあとは NCI の方のデータも、確か、もう彼らはもう自前で持つのはやめて、ここをプライマリーで、インデックスのプライマリーにデータ登録してくれてるようなんですけれども、まあ、こういったある程度有名なパスウェイのデータベースとかに対してやってるんですけど、本音を言えば、まあ、ここにケグも入れたいんですけど、ちょっとそこはライセンスの関係でなかなか できないっていうのがあって、ここに入ってないんですけど、まあ、基本的にその、データさえあればこういった形で、使えるようにはなってます。で、まあ、ここの左の方のリストで選ばれた結果がここに出て、その最初にユーザーが入力したものが、もう最初からこれもインタラクティブな図なんですけど、それがハイライトして表示される。まあ、これが、基本的な機能なんですけど、まあ、ちょっとだけ、サンプルを。イディユーロムで大丈夫だと思います。で、届きましたね。で、多分これで動くと思いますけど、まあ、これはサンプルのデータなんですけど、まあ、こうやって、まあ、要するに遺伝子のリストをコピペすると、まあ、さっきの、インデックスの方が、に登録されたデータに対して、まあ、こういった、解析を行って、で、まあ、ここにヒットしたものはここにあって、表示されて、しなかったものは、まあ、こんな感じで出てくるというような、まあ、本当に、もう 厳密なことを言えば、もうID マッピングであるとか、まあ、その他いろいろ、まあ、種の選択、それからあと ID のタイプとか、もういろんなオプションは考えられるんですけど、その辺を全て割り切って、もうとりあえず人の研究をやってる人が人シンボルを持ってたら、とりあえずざっと概要を見れるような感じで、まあ、作っております。まあ、こうやって、選択、それぞれの、結果を選択すると、結果がこう見れると。で、まあ、ちょっとまあ、面白い機能というか、まあ、ただ私たちはそのいろんなツールを作ってるんで、それをできるだけ、シームレスに、まあ、統合したいっていうのがあって、例えばこのボタンを押すと、今、サイトスケープの方が開いているので、で、ここで見ていただくと、さっき、こっちの方で開いてた、ネットワークというかパスウェイの図が、そのまま、こちらの方にどんどん流れていく、サイトスケープに流し込んでいけるっていうような感じになってます。だから、まあ、ローク、やはりこちらの、iQuery っていう、こちらのアプリケーションは基本的にはその結果を閲覧するための、ものなんで、ここからさらにその、別のデータと統合するであるとか、さらに自分のカスタムの可視化をしたいっていうような場合は、こちらでやはりエディットしていただいた方が便利なんで、まあ、そういった形で連携できるようになっています。が、まあ、ここにも、アイコンがありますけど、ここをクリックすると、その出どころになったデータはどれかっていうので、まあ、オリジナルの方のデータに飛ぶこともできますし、あとは、まあ、これは、今は動くかな。まあ、自分のアカウントにログインしていれば、セーブトゥマイアカウントってこれをクリックすると、自分の方にその、リファレンスになっているデータの方から自分のプライベートのスペースの方に、こう移動できるんで、まあ、これ自分の、なんていうか、作業ノートみたいな感じで、どんどんデータを、そのサーバーの方に流し込んでもいいし、ローカルで走ってるサイトスケープの方に流し込んでもいいし、そういった感じで、使ってもらえるようになっています。だから、かなり割り切った作りにはなってるんですけれども、まずこういったツールを、使ったことがないっていうような人に、入り口として提供するのは、まあ、こんな感じでいいだろうっていうので、まず作ってます。多分、これからその、ユーザー数によっては、これからさらにいろんな機能を追加すると思いますけれども、
それであのさっき言ったように、これは、一番最初のエンリチメントアナリシスのタブで、こことここに関してはその、まあ、そのオリジナルになるネあの大きいネットワークに対して、そのグラフに対してその入力された、遺伝子の周りをサーチして、結果を返すというような感じのものになってます。まあ、ですからこれの場合はもうほとんど全部ヒットがしてると。で、まあ、これ見ていただくと分かるように、これはただ単にその大きなグラフからあのサブネットワークを引っ張り出してきてるだけなんで、さらにちゃんと見やすく、エディットとかしたいなら、こちらの方を、に流し込んでいただいて、あとはまあ普通に他の、ネットワークと同じように、レイアウトであるとかスタイリングであるとか、そういったものを施して、自分で、自分のニーズに合わせてそうやってエディットしていくことができるようになっています。で、戻ると、そうですね、で今このアプリケーションに関しては、先ほど言ったように、まあ、割り切った作りではありますけれども、入り口を提供するというのは結構大事だなというのは、いろんな、チュートリアルとかやってきて思ったので、それでまあこういったものも開発しています。で、まあ、このネットワーク関連のツールだと、まあ、サイトスケーパーは一応その、まあ、今厳密にその皆さんのような専門家の方は、もちろんそのデスクトップというか、グラフィカルユーザーインターフェースからカチカチやることは少なくて、おそらくその何らかのワークフローを書いて作業することが多いと思うんですけども、まあ、一応サイドスケープはこういった、データ統合の部分からこう、公開に関わるような部分まで、使えるようになってますし、でただその、データを貯めておいたり共有するっていう部分がそのデスクトップアプリであるサイドスケープにはなかったので、それに加えてこういったそのデータを公開したりシェアする基盤というのも作っています。で、あとはこれはもう一つちょっと、また違う話題になるんですけれども、この、まあ、ネットワークのデータ大規模なものになればなるほど、どうしてもその閲覧性の問題っていうのが出てきます。ここからちょっと話が変わりますけれども、これも割と長いこと、問題として取り組んでいるもので、でまあ、いろんなタイプのネットワークが、今公開データとして手に入るわけなんですけれども、まあ、こうただ単にそのガッと集めてレイアウトしただけでは、まあ、せいぜいイラストにしか使えないっていうような結果になってしまうの で、これをどうしたらいいかっていうのは結構、ずっとそのぐちゃぐちゃのネットワークを、割と見やすい形で提供できるようにするっていうのも一つのテーマとして私たちのグループでは取り組んでいて、でまあ、人間がきれいにレイアウトしてないような、まあ、割とノイジーな大規模な相互作用データとか、とそれから、まあ、人間が描いたそれこそ系群のようなパスウェイのダイアグラムであるとか、そういったものを、比較とかしたい場合に、なかなかその、自動レイアウトで なんとかできるっていう範囲は意外と少なくて、何かちょっと違う見方を、提供しないと難しいなっていうのはずっと、テーマとして、話し合ってて、でジーンオントロジーの専門家とかの知見であるとか、あるいはそのクラスタリング、統計的な手法の方のクラスタリングであるとか、コミュニティ検出とか、そういった手法を組み合わせてこの閲覧性の問題をなんとか解決するというのも一つのテーマとしてやってます。でまあ問題点か一つ簡単に言うとしたら、まあ、それぞれある程度のその大きさの遺伝子のセットが一つのモジュールとして働く場合、それがまあ実際はそれ一つで独立して存在するわけじゃなくて、いろんな、相互作用がそのモジュール単位でもあるわけなんですけども、まあそういったものを階層構造的に、理解する場合は、もちろんその人間が作った、ジーンオントロジーであるとか、まあ、こういったアプローチももちろん一つあるわけで、もちろんこのまあ、ここにいる皆さんに言う必要ないかもしれない、皆さんももちろんご存知の通り、それぞれの、タームに対してアサインされたジーンのアノテーション、ファイルっていうのはもちろん ありますので、それを使って、まあ、それをガイドにして、閲覧するっていうのも一つの方法としてはあるんですけれども、もう一つ
まあ、これは結構そのオントロジーの専門家の人に言うとオントロジーという言葉を使わなくても使わない方がいいとか言われることもあるんですけど、まあ、要するにあの、巨大なそのインタラクションのデータであるとかそういったものを、まあ、コミュニティディテクションとかそういうものを使って階層構造化して、でそれをもとに何かそのデータ閲覧がの、をもうちょっと分かりやすい手法を提供できないかということで一つやってるのが、まあ、これはまだあの完全にそのエンドユーザーまであの届けるレベルにはまだちょっと達してないんです。結構あの全て Python で書かれたライブラリなんで、ちょっと使うのはあのもうちょっと使いやすいユーザーインターフェースはまた後ほど提供するということなんですけれども、一つこの D.っていうのを作っていて、これは、データドリブン、バイオロジカルオントロジーズって書いてありますけれども、まあ、要するにやってることは、大きな、オミクスデータ、まあ、要するにここではそのネットワークデータなんですけども、そこから、階層型の、コミュニティディテクションとかあのクラスタリングを施して、常にその遺伝子が一番の、リーフになる状態で、まあ、階層構造を作ったわけです、ね。まあ、要するにあのこの階層構造自体は別に、これ独特のものではなくて、ジーンオントロジーだって当然あの一番ボトムのところにはそのユニットとしてはジーンがあるわけで、でそれがその上に行くに従ってどんどん、まあ、大きなセットになる。もちろんこれはあのツリーじゃなくてダグなんで、ちょっとそれがまたあの、閲覧の時に結構あの難しい点にもなるんですけれども、まあ、要するにそのこのツールキットに関してはそういったあの入力に対して階層構造を作って、それを、私たちが作ってるアプリケーションで見られるようにする、あのインタラクティブに見られるようにするっていうようなことをやっています。で、まあ、要するに、グラフの自動レイアウトとかクラスタリングとか、いろんなデータ統合の手法を使って、やるわけですけど、この真ん中に書いてあるクリクソっていうのを除けば、これはもう普通にあの結構古いというかあの一般的なアルゴリズムで、そこからその階層構造を作って、あとはそれをどう見せるかっていうだけの、まあ言ってしまえばそれだけの問題なんですけれども、まあ、ここはちょっとあの実際にどうやるかっていう部分なんで、詳細は省きますけど、最終的にその今、今の状態でどうやって見せるかっていうのを、いろいろ研究している一つの、やり方として、ハイビューっていう名前のアプリケーションで今やってるんですけども、左側が要するにそのサークルパッキングっていう手法、本当はこれはあのツリーに対して、まあ、要するに一番外側の円がその元になったデータの全部の集合っていうものを表していて、その中にその、子どもの濃度がどんどん入れ子になっていって、一番最後のところまでいくとそれが必ず、ジーンになっているというような階層構造なんですけれども、まあ、これ普通にあの D3 っていうようなよく使われているあのアプリケーション、アプリケーションじゃなくてライブラリーであの手に入る、一般的なアルゴリズムなんですけど、ただこう Go であるとか Geontology とかこういった感じの、ヒエラルキーを作った場合、それは DAG なんでそのままだとちょっと使えないんで、ちょっと私が内部の方をいじって、その DAG で別の、ペアレントの方にこう飛んでしまった場合でもちゃんとつながって最後までいけるように、その内部をちょっとだけ改造してあのやってあるだけで、まあ考え方としては本当に非常にシンプルで、一番大きな集合から徐々にその詳細へ向かって、降りていけるっていう形なんですけれども、でこの右側は何かというと、その元々、オリジナルはもうさっき一番最初に出したような大きなぐちゃぐちゃのネットワークなんで、それを、見る代わりにそのユーザーが興味のあるそのサブの、システムを選択したら、その部分だけをある程度、分かりやすく、部分構造としてオリジナルのデータから取ってきたサブネットワークを表示するというような感じで、実行されてます。で、まあ、あとこのあたりはいろいろフィルターとか、あとはその、まあ、もちろんこれも要するにあのエッジを取ってしまえばただのジーンのセットなんで、まあ、選択するとそのまま自動的に、エンリッチメントアナリシスのサービスに投げて、その結果も同時に表示するとか、まあ、そういった一種のダッシュボードとして作ってるんですけれども、これに関してはもう完全に完全に独立したウェブアプリケーションで、実験として作ってるんですけれども、こういったそのなんか
大きなデータを閲覧するときに、ただ単に自動レイアウトを施して眺めるっていうところからもう一歩行こうっていうのを今、いろいろこのあたりは本当にまだなんていうかオープンクエスチョンというか、完全な答えはないんですけれども、いろいろ試行錯誤して、大きなデータをできるだけ分かりやすく表示しようというようなことも、プロジェクトとしてやっています。で、このあたりを最終的にはもう一回、サイトスケープの方にどういう形で取り込むのかっていうのはまだ今ちょっと話している最中なんですけれども、こういった階層構造に基づく閲覧とかそういったことも今プロジェクトとしてやってます。要するに、そのグラフそのものを研究している人の間では結構その、コミュニティディテクションとかあのあたりが非常に、一般的な手法かつ非常になんか熱い研究エリアとしてなってるんですけども、意外とその生物学分野でそれを、簡単にそのワンクリックでできるとかそういったツールがなかなか、まだないようなので、もし知っていたら教えていただきたいんですけど、我々がちょっと調べた限りではなかなかその簡単に手を出せるようなものが意外となかったので、そういったものをもっと身近にしてそういった統計的手法も使って、可視化というかその最終的な結果 の解釈をできるだけしやすいようにするっていうのは、そういった、可視化手法の方もある程度、その可視化の専門家ともちょっとお話ししながらいろいろ作ってます。で、ここまでが、一応どういったことを今まで私たちがやってるかということなんですけれども、今後のロードマップとしては、サイトスケープホームってこれが一応、まだ仮の名前なんですけれども、言ってしまえば要するに、このサイトスケープという割といろんなところで知られている名前を使ってこういろんなバラバラにも存在するツールを一つにまとめてリブランディングしようみたいなことですね。要するに結局そのツールだけ作ってもやっぱりそのデータに簡単にアクセスして、それが使えるような状態で提供しないとなかなか、広く普及しないということは非常に強く感じているので、方向性としてはこういうことを考えてます。で、これサイトスケープの今の、ホームページなんですけれども、見ていただくと分かるように、基本的にはそのデスクトップのアプリケーションをダウンロードするっていうのが、メインのフォーカスに今はなってます。で、ダウンロードしていただいた後にそこからまたチュートリアルとかを見ていただいてっていうようなことなんですけれども、これだとどうしてもその新しいユーザーっていうのがいまだにそのなかなか戸惑うというか、そのダウンロードしてインストールするっていうのがもうすでにめんどくさいという人も実際いるので、で、このさっきお見せしたアイクエリっていう名前のものは 今はもうこれ、独立してある、一応バージョン1なんですけど、まだその完全な、最終的な形にはなっていないんですけれども、こんな形になってます。で、ここの部分は本当にその下にいくつか、サンプルの、遺伝子のリストがあって、あとはもう、Google のように1個だけテキストボックスがあって、そこに何かをコピペすればとりあえず何かの結果が返ってくるっていう、そういうような作りになってるんですけど、なんか次の段階としてはそのサイトスケープのそのサイトをダウンロードアプリケーションをダウンロードする場所だけじゃなくて、最初に何かそのもっとバイオロジーの方の専門家の人が持っている遺伝子のセットであるとか何か疑問のようなものを、疑問っていうのはちょっと大げさですけど、要するにその何らかのジンセットであるとかキーワードであるとかそういうものを持ってたらとりあえずそこからスタートできるというふうにちょっと方向性としては、変えていきたいと思います。ただ私たち自身がその何かデータ新しいデータベースを作ってそこで何かっていうよりは、基本的にはやっぱり私たちが考えているのはワークスペースプラス公共のデータから取り込んだようなその、取り込んだものを簡単に使えるように、加工するというか、そういった形のアプローチなんで、データと組みにしてそういうことを、ただのツールを開発して、発表するというところは移動したいと思います。で、さっき言ったように、基本的には名前はこのままでいいだろうとよく知られてるから
っていうのもありますし、で、まあ、ただ入り口に関してはダウンロードありきっていうよりは、まあ、遺伝子のセットが入り口というか、まあ、要するにいろいろ細かい詳細は非常にある意味割り切ってしまって、デフォルトのパラメータでも何か、動くと、ただそこから先に行く場合には、その必要なパラメータが全部いじられるようなツールもまた別に用意されてる。だからここをあくまで入り口として、まあ、作り変えていこうかなということを今話してる最中です。で、まあ、さっきちょっとデモの方でもありましたけど、我々はもちろんデスクトップの方も非常に大事なんで、開発とメンテナンスはずっとつく続けるんですけど、ただいろんないくつかウェブでカスタムのアプリケーションもいくつか作ってますので、そこを、まあ、そこともシームレスに連携したいっていうのもありまして、さっきのようなオープンインサイトスケープというボタンをつけたりであるとか、あるいはこれはまだアイデアの段階なんですけど、サードパーティーの方のまあ、一般的な REST 的なサービスで呼び出せるような、解析であるとかデータ提供でも何でもいい、そういったものがあれば、そちらの方のそういったボタンも、ボタンをつけることによって、結果をサイドスケープであるとか、また別のアプリケーションで閲覧するであるとか、まあ、そういった形で割と緩い連携でいろんなことができるようにしていこうかなっていう、ことを考えています。ちょっと最初に言うの忘れましたけど、サイドスケープって拡張もできるようになってるんで、そこに、昔はプラグインって言って、今はアップっていう名前で呼んでるんですけど、結局何かというと、Java で書いたカスタムの、アプリケーションをサイドスケープのインフラの上で走らせるっていう形になってるんで、もう今の、2020年の時代で生物学者のラボに Java で何か開発してくれっていうのは、非常にやっぱり、まあ、かなり現実問題として無理がやっぱり出てきてるので、やっぱり皆さんが普段使っているような R であるとか Python であるとか、そういったもので作ったような、ものを、まあ、何かでラッピングして、まあ、もちろんそれはコンテナかもしれないですし、ただ単に普通にどこかで実際にハードウェアなので直接走っているサービスでもいいんですけれども、何らかの形で緩く結合できるようなものがあれば、そういった形でいろんなツールをつないでいくっていう、方向に、まあ、舵を今切っています。で、まあ、先ほども言ったように、我々はあくまでユーザーのデータがメイン、ユーザーがそこでいろんな作業をして、最終的にそこでパブリッシュしたいならそこでパブリッシュしていただいてもいいですし、また別のもっと一般的なインタクトでも何でもいいんですけど、そういったところにサブミットしてもらっても全然問題ないですし、あくまでデータを共有とかオープンにするための、インフラというかツールみたいなものを目指しています。で、その一環で、去年、Facebook の社長、会長ですかね、まあ、社長の、ザッカーバーグ夫妻が、要するにソフトウェア、サイエンスの方で使われているソフトウェアの方の、プロジェクトに、お金を出すっていう、そういうグラントをやってたんで、応募したら、なんか通ったんで、で、それもやっぱりこの流れの一環で、今計画してる最中なんですけれども、で、意外となんか他の、採択されたプロジェクトを見たら、かなり分野の違う、それこそサイパイとかそういったものも含まれていて、で、まあ、非常に広くお金を配布してるみたいで、まあ、非常にこういう動きはありがたいんですけれども、で、ただ彼らがなんで私たちにそういった、ファンディングをくれたかっていうと、やっぱり基本的に全てオープンで、今ある、サイトスケープの、エコシステムを徐々にそのウェブの方とかにも、広げていこうというような、流れなんですけれども、もちろんそれにはお金も人もかかるんで、で、そういうところをこれで解決したいというようなことを言ったら、まあ、なんとか通りまして、で、まあ、具体的にはもう今回のこのファンディングでは、さっき、
インデックスの方とか iQuery の方で見せたその閲覧の、閲覧するためのアプリケーションという状態から、まあ欲を言えばもちろんその場で簡単なエディットとかそういったこともできればいいっていうのは、まあもちろんよく言われるんですけども、結構、まあ、それはそれなりに大変な作業なんで、そこの部分を解決するためのプロジェクトにお金をちょっと使わせていただきたいと思ってます。だからまあ、そうですね、基本的な流れとしては、ここは、ここから先は、いろいろとそのリブランディング的なこともやっていきたいと思っています。で、まあ簡単なまとめとしここまでのまとめとしては、まあネットワークとかパスウェイの可視化に関してはまあかなり10年15年前に比べたら充実はしています。それで、ただその描画とかそのあたりを充実させても簡単にデータが取ってきたり使ったりできないとやはりなかなか広がらないっていうのもあるので、そこの、使い方としてどう提供するのかで、ここを結構、メインのプロジェクトのテーマとして、私たちは取り組んでいます。で、まあ、それと、並行して見せ方自体も、まあ、いつまでもただ単に自動レイアウトのその、巨大な毛玉ではなかなか進歩がないんで、そこから先になんとか進めないかっていうので、まあ、テーマとしてはその、階層化して見せるっていうようなことも一生懸命やってます。でここから先のところがちょっとまあ皆さんの取り組まれているようなこととも関係あるのかもしれないんですけれども、やはりその我々は災害にある程度普及ソフトウェアとしては普及したんですけれども、それでもやっぱりその持続性っていうのはなかなか、難しい問題で、まあ17年経ったアプリケーションっていうのはまあ確かにちょっとソフトウェアの中バイオインフォのソフトの中ではかなり寿命は長い方だと思うんですけれども、ただこの先もまだずっと維持していくにはなかなかいろいろ難しい問題もあるの でそこに伴う、モダン化であるとかそういったものも、テーマとしてはこれから私たちも取り組んでいかなければいけません。で、まあ、最後に、解析可視化のツールチェーンだけではなくて、やっぱりそのデータもデータを提供している人、データを作っている人とももうちょっと密に、やり取りしながら それをアプリケーションの方にフィードバックして使いやすくしていくっていうのが、かなり重要だと、感じています。で、まあちょっとまあ大げさにデータベースを作られる方とのディスカッションみたいなことを書きましたけど、今こういろいろ考えてみたんですけれども、何がその欠けているのか何が足りないのかっていうのは常にいろんな人とは話してるんですけれども、でここまでの流れをちょっと、見てみると、デスクトップの開発者はまあ大体こんな感じで、一旦その私たちもその2000、バージョン、サイドスケールのバージョン3へ移行するときにそのエコシス結構大量のその時点でもプラグインがあったんですけども、そこで一旦、互換性を切ってしまって、3へ移行したんで結構、まあ大変な作業だったんですけれども、そこを一応乗り越えられたんで、今はまあ、そこからずっと継続的に、まあ、メジャーなものマイナーなものを含めて、機能はどんどん、やってきたんですけれども、ただ、まあ、20年の今の段階でもう本当に昔から言われていたような基本的な機能は、まあ、大体揃ったっていうようなのが、一応その私たちのコアのグループのコンセンサスなんですけれども、ただそのグループとしては、ただツールを作るだけじゃなくて、新しい技術が出てくればそれが私たちも実際に投資しなきゃいけないものかどうかっていうのも考えたりであるとか、あるいはその、定期的に世界中でそのワークショップをやったりであるとか、まあ、そのあたりは結構その DBCLS の皆様とも似たようなことをある意味やってるわけなんですけれども、それでまあこの、まあ一時期その、UC サンフランシスコの、彼はグラッドストーンかな、グラッドストーンの研究者の、
一人が非常にこのあたり、力を入れて作ってくれましたので、こういった、まあ、教育そのソフトウェアの、チュートリアルとかそのあたりもかなり、充実はさせることは、できてきています。ただその今でもそのいろいろも、話、まあ、定期的に話し合うんですけれども、結構そのファンディングエージェンシーの方はもちろんその具体的なそのバイオロジーで何ができるのかっていうのはもちろんメインフォーカスで、行ってきますので、あのインフラ向けのファンディングとしてもらお金をもらってるって言っても、やっぱりそれと同時に何かそのバイオロジーに対して新しいことができないとダメだっていうようなプレッシャーももちろんあるの でそのあたりがいつも、まあ、いろいろコンフリクトするんですけれども、その私たちもそのもう、基本的にその Java で新しいものを何か作ってっていうのは、できるだけ少なめにして、そのコアになるアルゴリズムとかその解析であるとかっていうものはもう本当に研究者が使いたい、言語で、まあまあ、具体的に言えば今 R とか Python なんですけれども、それで書いたコードがまずあって、でそれを、私たちの専業の技術者が、まあ、ちゃんとパッケージにしてドキュメントを書いて、で、まあ、それをメンテするっていうようなことをやってるんですけれども、まあ、このあたりは非常に、どこもお金がかかることだと思います。まあ、この辺も、どうしたらいいかという完全な答えは全然ないんですけれども、ただその、一つ、まあ、多分簡単ではないんですけれども、一つすぐに、まあ、出てくる強調できるというか、まあ、おそらく割と同意していただけるんじゃないかと思う、点はやっぱりその重複した労力をできるだけ避けるということで、ある程度もう使えるようなものがあるんだったらそこに関して、同じような投資をするのはやっぱり非常にもったいないので、できるだけその同じようなオープンな環境でやられている方々とは、まあ、協業したいっていうのは基本的なスタンスとしてあります。ただそのフォーマットの互換性っていうところをちょっと、強調してあるんですけれども、こういったそのいろんなネットワーク周りのツールを作っているときに、例えばそのケグであれば KGML で、データがストアしてあったり、あるいはそのグラフのフォーマットとしては、例えばそのグラフ ML であったり GML であったり、あとグラフビズのドットっていうのであるとか、これは、GEFI っていうアプリケーションに使われた GXF とか、まあ、こういったいろんなフォーマットがあるわけなんですけれども、まあ、残念ながらその、私の知る範囲では、その JSON をベースにゼロから作ってあって、グラフ、生物学的なグラフの分野で定番だったようなものっていうのはちょっとなかったので、まあ、そこはそのまた新しいフォーマットを作るのかっていうような批判もあるのかもしれないんですけど、一応その、フォーマットとしては我々はその JSON ベースの CX フォーマットっていうものを使ってて、でそれでデータのやり取りをしてるんですけれども、ただその、フォーマットを作ってそのアプリケーションの中で使うだけだと多分なかなか広がらないっていうのはもちろんあるし、まあ他の人もなかなか使いにくいというのもあると思うので、まあ新しいフォーマットを使ってはいるんですけども、基本的にはただの JSON で、でその周りの変換したりであるとかそういったライブラリーは、まあ各種、Python とか JavaScript とかそういうもので用意したりして、まあお互いにやり取りは変換であるとかデータのフォーマット変換であるとか、あるいはその、データの、何でしょうね、そのアプリケーション内でデータを使う場合の利便性っていうのはできるだけ保ったまま新しいものを、紹介するっていうような感じのスタンスでやっています。でこれで一応基本的にここ、スライドはここまでなんですけれども、実際にその何か、まあ、具体的で
直接その今すぐ具体的に何かっていうことではなくてもいいんですけれども、私たちがやってるのはその基本的な流れ、そのワークスペースを提供するであるとか、あるいはその、アプリケーション同士を緩くつなぐであるとか、こういった形の、基本的なその思想というか、その、部分にある程度同意していただける場合は何か、まあ皆さんがやっているようなことで協業できることがあれば、ぜひ、教えていただきたいし、まあ、何か私たちから提供できるようなものがあればぜひ提供はしたいと思っています。まあ、とりあえずそうですね、プレゼンテーションのお話の部分としてはここまでです。でここから先は どんな形でやりましょう。どうもありがとうございました。あ、どうも。